本日も茂木さんにお越しいただいております茂木さんよろしくお願いいたします、えー、皆さんこんにちはそしてこんばんは徳永茂です本日もよろしくお願いをいたします茂木さん本題に入る前に皆さんにお伝えしたいことがあるということですがはい、えー、私が市政の舵取りを任していただいたのは3年前、えー、当時は新型コロナ3波の最中でありましてね、えー、新型コロナウイルスが蔓延をし 市民の皆さんのお生命を第一に考え速やかにワクチン接種を進めていかなければならない時期でございました、えー、振り返ってみますと接種がスタートしてしばらくは市民の皆さんからなかなか予約が取れないさまざまなお声をいただいてご迷惑をおかけすることが多々あったように振り返って思いま,すまあ今までに限らず全国で接種のことをニュースになってましたよね 思い返せば新型コロナワクチン接種を3年余り途切れることなく続けてきたというのは本当にすごいことですよね。 そうですねあの先般も国際ホテルで医師会の理事会がありまして、ねまあ、そちらの方にお邪魔をして市民を代表して謝意をお,お示しをさせていただいたんですけれども3年前に私が市長になってすぐだったと思いますが、えー、医師会の理事会にお邪魔をして見えない敵との戦いであるので、まあ、ぜひお願いをしたいというふうなお話をしました。えー、木本会長のののの方から今こそ市民の皆さんの命を守るのは 自分たちの使命だというふうに言っていただきそして、えー、現実のように集団接種もしていただきました、えー、本当にあ,のありがたいなというふうに思っておりまして改めて市民を代表して、えー、医師会を含めエッセンシャルワーカーの皆さんに、えー、敬意と感謝の気持ちをお伝えをさせていただきます4月以降は定期接種へ移行するなどまた新しいフェーズに入ってきますねそうですね。 インフルエンザのワクチン接種と同じ位置づけになりますえ本格的なアフターコロナ時代に向けまして医療活動においても安心安全なまちづくりに引き続き医師会や多くのエッセンシャルワーカーの皆さんと一丸となって取り組んでまいりますはい、どうぞよろしくお願いいたしますでは茂木さん本日どのようなお話をしていただけるんでしょうか えー、いろいろ今年度は嬉しいこともあったんですけどもその一つを今日はご報告をさせていただきます奈々、えー、さん、スポーツ庁、文化庁、観光庁3庁あるのってご存知ででしたたそうだったんですね、えー、3庁合同のスポーツ文化ツーリズムアワードっていうのがありましてね今治市は最高賞であるそのスポーツ文化ツーリズム賞を受賞させていただいたんです。えこれって最高 ということになりませんかん、ね、ええー、最高賞の受賞おめでとうございますありがとうございますまあでもスポーツや文化という言葉はもちろんわかるんですがスポーツ文化ツーリズムってあまり聞き慣れない言葉だなと思うんですがこれは一体どういうことなんですかえー、スポーツ文化ツーリズムとは各地域のスポーツイベントとお文化芸術資源を結びつけ 新たに生まれる地域ブランドや日本ブランドを確立発信し、えー、外国の旅行者の皆さんやあ国内観光の活性化を図り日本および地域経済の活性化を目指すことというふうにいわれております。スポーツイベントと文化芸術をを結びつけて新しい価値や魅力を生み出そうというわけなんですね。では今治市のどういったことが評価されたんですか えー、実はですね私たちは今治城を中心としたスポーツ文化観光イベントを通じて今治の魅力を国内外に発信し誘客を図る取り組みに注力をしてまいりました今治城を中心とした取り組みということなんですね、まあ、日本三大水城の一つですし歴史的にも観光地としても全国に名高い存在となってますよねその通りなんですよね。 え船が泊まるためのお堀のことを船入りとううそうなんですね、えー、今治城は城内の港としては国内最大級の船入りを備えておりましてその船入りは現在の今治港に継承され開示都市今治ののルーツの一つになっています今治の発展と今治城は切っても切り離せない存在だということなんですね。 まあ今のお城は夜のライトアップまたお花見で行ったりして私たちにとっても身近な存在ですよねまさに今治市のシンボルでもありますよね、えー、市民の皆さんに親しまれている今治城かつての船入りであった今治港を中心として行った多種多様なイベントを改めてご紹介をさせていただきたいと思います、はい、改めてどんなイベントが行われていたんでしょうか。 まずですね文化イベントといたしまして今治城を築城した東道高虎港にゆかりのある、まあ、4つほどの市町があるんですね、えー、三重県の津市伊賀市そして滋賀県の高賀町そして三重県の熊野市を招いての、えー、高虎サミット in 今治を開催をさせていただきこのサミットに合わせて記念シンポジウム そして今治城の特別展、村上海賊ミュージアムの特別展を開催し、村上海賊や今治城の成り立ちから現在につながる壮大な歴史観を発信してまいったんですよ。 今治城は築城の名手東道高虎が建てたお城というのは馴染みの深いものになっていますが、そんな私たちも知らない歴史や文化があり、それを掘り下げて知ることができるというイベントでしたよね。まあおかげさまでこのイベントには市内外から述べ、約3万7千人もの方々にお越しをいただきました。たくさんの人に今治の歴史文化に触れていただけたんですね。 えー、そうなんですね、えー、皆さんに大変お楽しみいただいたなというふうに思っております。えー、これに加えて文化イベントのほかなんですけども、スポーツイベントも開催をしました、今治城周辺の市街地コースをロードバイクで周回する競技。 今治クリテリウムを覚えてますかはい、ありましたね。四国の初開催でありました。はい、そして翌日には今治城周辺の市街地をフィニッシュ会場にした国際サイクリング大会、サイクリング島並2022も開催されましたよね。 さらに市民の皆さんにもたくさんご参加をいただいておるんですが今治城前を発着地点とする海岸線を走るマラソン今治シティマラソンもありましたよねそうですねクリテリウム、まあ、私も初めて見たんですがものすごいスピードで競い合うあの迫力見応えありました、まあ、しかし改めて思い返してみますと、まあ、いろんなスポーツイベント開催されてましたねまあこうした市街地や観光地を活用したスポーツイベントは まあ今後もさらにまあ注力をしててままいろうと思っております、えー、こういったさまざまなイベントにお越しになった方々や観光客の皆さんに、まあ、より今治を楽しんでいただくために今治城の眼下に広がる今治港でご存知の通り瀬戸内港マルシェもまあ月2回開催もさせていただいてますよね。 港マルシェも今や定番イベントな感じですが、まあ、そういえば令和4年度から始まったイベントでしたね。まあコラボイベントもありましたり、えー、夏には邸宅レストランもあって、スタイルを変えたりして、まあ、何度も行きたくなるマルシェにしていただいてますね。えー、この素晴らしいマルシェは、地元の経済団体、農業漁業団体など、 でまあ構成されておりまして毎回100名近い市民ボランティアの皆さんがご参加をいただいて市民参画の代表事例にまあ育ちつつあるのかなというふうに思っておりますそして地域の食材や特産品を販売することで何よりも地域経済の活性化に貢献をいただいているんですねまあ文化イベントやスポーツイベントそして観光がお城や港を中心につながりましたね。 様々、まあ、な文化イベントやスポーツイベントを今治城や今治港から展開することで一つにまとめ上げ今治市の魅力をし内外によりお伝えすることができたなというふうに思いますけれどもさらにしなくちゃならないなというふうにも思っております今治市の魅力をお伝えするばかりではなくて市内の観光事業者がウォーキングやサイクリングで 文化・観光資源をめぐる約40種類の体験プランも作って提供したりと、さらなる地域経済の発展にもつながってまいります。まさに、各地域のスポーツイベントと文化・芸術資源を結びつけ、新たに生まれる地域ブランドや日本ブランドを確立発信し、訪日外国人旅行者の増加や、 国内観光の活性化を図り日本および地域経済の活性化を目指すというスポーツ文化ツーリズムを実践できたのではないかなというふうに思っているんですよ。 まあ、茂木さんがよく言われていますが点と点を線で結びさらにその線を結んで面で展開するという考え方とスポーツ文化ツーリズムのコンセプトがぴっったたりまよようですよねまあこの賞は市民の皆さんのご協力の賜物ですそして私、うれしかったんですけども、はいまあ、日本最大の開示都市開示局長であった高橋さんにはすごく私、お世話になったんですね。 というよりも今治はお世話になりました。その方が観光庁長官になってたんですね、えー。徳永さんやりましたねっていうふうなお褒めの言葉もいただいたりしてね、本当にあの、この私たちの取り組みが評価をされ、今治市の発展に寄与できているというふうな実感を持ちました。 と同時にこれからももっと多くの方々に市の魅力を広めていく責任を強く感じています、まあ、茂木さん今後の展望や計画についても詳しく教えていただけませんかまあ新年度になりますといよいよ合併20周年の節目を迎えます えー、各12の地域の地元の特産品や伝統を生かしつつ12の地域が一体となったイベントやプログラムを企画展開していく予定なんですね。えー、リスナーの皆さんにおかれましてもそして観光客の皆さんにも感動的な体験を提供していくことを目指すとともに。 これからの魅力ある素晴らしい今治市の文化、観光資源を様々な形で活かしながら次世代に継承していくつもりなんですよ。合併20周年記念事業にもますます気合が入る受賞となりましたね。そうですね。これからも市民の皆さんの温かいご支援、そしてご協力を賜りながら、共に成長し、そしてスポーツ文化ツーリズムを一層発展させてまいろうと思っております。 この今治の良さをどんどん発信していきたいというふうに思っております。リスナーの皆さん、どうぞご協力をお願いを申し上げます。改めて今回の受賞、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。本日も茂木さんにお越しいただきました。茂木さん、ありがとうございました。はい